はい、こんにちは。今回はですね、海老名駅、が最寄りになります。こちらですね、海老名の駅前にはなんかでかいショッピングモールがあるんですね。もう合体してるみたいな感じですよね。駅からすぐのところですね。こんな感じで、ビナーウォークっていうんですかね、はい、レストラン街なんかもあってかなり大きくていいですね。広々としていて、こういったところが近くにあるとすごくいいですね。海老名市の観光シンボルモニュメントの七重の塔というのがありました。同じですね。でここにラーメンどころっていうのもあるんですけどね、今回はこちらではないです。何でしたっけ、富山ブラックでしたっけ、とかなんか煮干しのつけ麺中華そばのお店だったりとかっていうのがあったりとかして、はい、道を間違えてこっちに来ちゃったみたいですね、はい、なんで、もう少し線路沿いに行きつつ、行ってきました。今回行ってきたのはこちら、ラーメンの行天屋っていうところですね。こちらもあの二郎系、二郎インスパイア系のラーメンが楽しめる町中華屋さんっていう感じなんですかね、はい、二郎インスパイアって書いてありますね、はい、こちらでは二郎っていうんですね。ラーメン行天屋二郎専門店ということで、書いてありました。はい、二郎麺 300g とか大盛りが 450g、 特盛り 600g ですね。あと汁なしもあったりします。二郎汁なしって書いてありますね、はい、行天屋二郎専門店は通し営業なんですね。水曜がお休みで餃子もあったりするという感じのお店なんですかね、はい。で平日の、13時50分ぐらいですかね、待たずに入店してすぐに、券売機があるのでそちらで購入するという感じになります。メニュー食券機がこちらになりますね。ギロ、並、中、大、汁なしとか豚ギロとか書いてありますね。あと辛いのもあるみたいですね。私今回、汁なしを行ってき、たんですけど、ノーマルがこれちょうど反射しちゃってて見えないんですけど、ノーマルが 150g ですね。で中盛りが 300g、 大盛りが 450g の特盛りが 600g ということでした。ノーマルの150だと若干少ないかなと思ったので、中盛りで麺少なめをお願いしようかなというふうに、オーダーできればなというふうに思ってですね、で、お伝えしたところですね、あの麺少なめとかそういうのはあのやってないので、もしあれだったら残してくださいねというような、回答でございました。はい、なので今回、汁なし中盛りですね、を頼んで、カウンターに座るとペンがあるので、そのペンでですね、お好みを、印つけてくださいねということで印つけて渡すというそういうスタイルですね、はい。油とか味、ニンニク、生姜、野菜を、こういう風にできると、まあ、今回こんな感じで汁なしの中でニンニク、生姜両方入れてもらいました、はい。でお水はセルフ、ヘアゴムとか紙エプロン、ティッシュで返しも、簡単に置いてありまして、後から自分で入れられるというような感じですね。で汁なしには、卵がついてくるという感じです。生卵ですね、はい。で来ました、こんな感じですね。結構すごいインパクトですよね。でかいチャーシューと、あとほぐしチャーシューみたいなのと、これニラはちょっと辛そうな感じなんですかね、はい、こんな感じで結構重たかったですね、はい。でもちゃんと柔らかくてですね、美味しかったです。麺は、中太で、ちょっと強めのコシなんですかね。で醤油が結構強い感じの、汁なしでした。醤油濃いめっていう感じですかね。ただ生姜も お願いしていたので、それでちょっとさっぱりいただけたという感じですかね、はい。
はい、チャーシューのほぐしなんかもあって、ニラと、このニラではですね、そこまで辛くはないんですね。あの辛いのは辛いギロというのがあったので、まあ、辛いのがお好みの方はそんな感じでという感じですかね。ありがとうございました。チャーシューもこう、柔らかく、食べやすくいい感じではありましたね、はい。で、ちょっと生卵ですき焼き風スタイルだったりとかして、はい、醤油が結構濃いですね、はい。なんで醤油の濃い系好きにはいいんじゃないですか、はい。でこんな感じでキャベツもやしという感じで、結局300中ですね、中汁なし 300g だったんですけど、難なく、さらっと食べ終わってしまったという感じでございました、はい。投資営業ですしね、はい、ここにも面白いことが書いてありますね。二郎系には珍しい清潔な店内。そうですね、清潔な店内で、テレビがあってテレビの音が流れていて、カウンターも広くて大きくて、で餃子もあるような、でスタッフの方に女性の方がいらっしゃって、まあ、優しく教えてくれたりという感じで、良かったです、はい。そうですね、はい。行きで間違えてビナウォークの方入ってしまったんですけど、線路沿いの方を、海老名から線路沿いの方を来て、このビナウォークって書いてあるこの三井リハウスのですね、この左側の方の道から行くと早くて近いですね、全然遠くないです、はい。ということで、行ってまいりました。海老名の行天屋さんですね、はい。美味しくいただいてまいりました。いいね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上です。